曲で最後になるんですけど、はい、夢届けたいという曲です。この曲はサビの部分でタオルを回す部分があるんですけど、皆さんタオルやハンカチ持ってますか、はい、持ってますか、ありがとうございます。もし持っていない方はタオルを回して楽しんでくれたら嬉しいです、はい、お願いします、お願いします。これ4曲？それでは聴いてください。セブンカラーズで夢届けたい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いや元気いっぱいですよね、はい、本当に。そして会場の皆さんも一緒にタオルを回して大盛り上がりでしたね。いや改めて人気ありますね。そんなことないです。応援してくださる皆さん、いや僕あのサッカーの取材でね、あのユナイテッド FC の取材によく行くんですが、はい、その時にいつも盛り上げていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。改めて歌ってみていかがですか。
ごい緊張しました、やっぱり。全然見えない。全然見えない。緊張しました。いやいや、やっぱりね、コンセプトが笑顔。そうですよね。まあ、かわいい。はい。ちなみに衣装とかこれどうしてるんですか。これは手作りの衣装。やっぱそうですか。はい、売ってないですもんね、こんなね、こんな素敵な衣装。あ、お似合いですね。手作りですか。そうなんです。一人一人オーダーメイドで、はい。自分で作るんですか。あ、いえ、あの、その方にこうサイズが測ってお願いします。そうですか。ね、盛り上げていただきました、本当にありがとうございました。ありがとうございました。文化団地の皆さんでした。大きな拍手をお願いします。さあ、それでは、はい、先ほど